来い。いつまで隠れている。なかなかの腕ね。でもあんたじゃなさそうね。今ならミランダの気持ちがよくわかる。東方の聖域を荒らす者たちがいかに薄汚れているのかな。でもどう見ても侍を志す者には見えないわね。一体何のよ。答え次第では。あら、脅かさないでよ。こう見えても私たち結構気が弱いんだからね。東方の使徒やらはどこにいるの。死に会ってどうするの。あんたみたいな下っ端に関係のないことよ。さあ早く案内なさいよ。グズグズしてると。修行の成果を試すいい機会ね。かかってらっしゃい。生意気な娘ね、思い知らせてやりな。偉そうなこと言ってたくせに大したことないのね。じゃあそろそろ行ってくれない。あんたたちのお師匠様どこにいるのかしら。へえ、そいつを聞いてどうするつもりだ。あなたは。バルーシュ、あんたがラビエスか。どうして私の名前を。王やシムールから聞いている。熱意だけはある者が押しかけてきたってね。あなた何者なの。でこちらのお嬢さんは。聞かれたんなら一応名乗っておこうかしらね。私はルメイド、武器商人ギルドの使いよ。武器商人ギルドが東方の死を探している。ご明察の通り。で6人の死はどこ。合わせてもらえないかしら。6人もいるの。もしかしてあなたもその一人。そう言われるのは光栄だが違うな。でも私あなたの顔をどこかで見たことがあるような。そうな、きっと人違いだろう。俺はもう何年も前にこの地を訪れ、以来死もなく修行に明け暮れていた。王やシムールは友だ。そうだったの。さてと、今度はお嬢さん、あんたの番だぜ。あんた王やシムールに会いたいわけじゃない。あいつらの持っている刀、それに興味があるんだろ。あら、バレちゃったみたいね。じゃあ力ずくで使徒やらの居場所を聞き出してあげる。あら、強いのね。じゃあ聞かせてくれ。
武器商人ギルドは何を企んでいる？いや、どこまで知っている？仕方ないわね。話してあげるわ。ギルドはね、長が変わって確かガーブルになったんだったな。あら、よく知ってるわね。何年もこんな山奥で暮らしてたくせに。定期的に本土の情報を忍びが教えてくれるからな。ちょっと待って、忍び、あなたが？いいじゃねえか別に。それでガーブルは東方の死の持つ六振りの刀剣を集めるよう命じたわ。どんな手を使っても。ふん。死たちの刀をどうして？ルメイドとか言ったな。答えてやれよ。知るわけないじゃない。私はガーブルに命じられただけだもの。そうか。だが無駄足だったな。この地にはもう死と呼ばれる者はいない。一人もな。どういうこと？その言葉通りさ。全員本土に渡った。そんなこと聞いてないわ。まあ名を隠したりはしないだろうが、大っぴらに自分は東方の死だなんて言いふらしたりしないからな。そういうわけだ。これであんたらの用事は済んだ。帰るんだろ本土へ。あら、送ってくれるのかしら？いや、あんたらの船に乗せてもらいたいんだ。船？とぼけるなって。あんたらのでかい船を見かけたからこうやって降りてきたんだぜ。王やシムールに会いに行くつもり？王はもういない。行っちまった。まさか。本当さ。墓前に手を合わせに行く。いいだろ？いいわ、乗せてあげる。これがギルドの船。ああ、立派なもんだ。さぞかし儲かってるんだろう。何者だ？貴様。あらら、おやめなさい。ルメイド様、この者たちは。私らの探している東方の死じゃないよ。そういうわけだ。邪魔するぜ。待って、こんな敵だらけの船に乗っていくなんて。じゃあ留守番を頼むぜ。なんだ、結局乗ったのか。私の死は王だけじゃない。シムールにも鍛えてもらった。そうか。ルメイド、ガーブルのことを教えてくれないか。ガーブルは私らの長だよ。別に奴の秘密を教えろって言ってるわけじゃない。各地の刀匠を片っ端から殺しているらしいな。なぜそんなことをする？新しい武具が出回らなければ列強の弱体化は不可避。
やはり武器商人ギルドは国になるつもりなのかな。あんたらにはわからないよ。これはあんたらイーザグの民の悲願か。気づいていたの？なんとなくそんな気がしただけさ。あなたイーザグの民だったの？蔑みたいなら好きなだけそうしたらいいわ。私は相手を執事や執事で区別しない。陸地が見えてきた。さすがギルドの船は早いな。本土懐かしいな。世話になったな。あら、気にしないで。私たちの仲じゃないの。じゃあ、行くか。ルメイド様。ラメイガを起こしておいで。きっと、まだ戦争で気持ちよく寝ているだろうから。もう起きてるよ。あの二人は？おそらくは王の墓所。片身の刀を誰にも渡すまいと内心焦ってるはずよ。さすがルメイド。じゃあ俺たちも準備して出かけようか。ここは廃城？アンビルという城らしい。なぜここに？感じないか？かすかに残る血の匂い、それにかつて交錯した悲鳴。ほう、東方の修行の成果か。ここで王が、我が死が命を落とされたのね。ラビアス。ええ、気づいてる。ルメイド、それに私の双子の兄ラメイガよ。案内ご苦労さん。おかげで労せず王の伊藤が手に入る。なんて卑怯な。忘れたの？船に乗せてあげたじゃないのさ。そんなことで帳消しになるとでも思ってるの？絶対に渡さないわ。君たちの強さは聞いてるよ。だから手は抜かない。全力で相手をしよう。もう諦めなさい。これ以上やれば。今日のところは引く。でも
この借りは絶対に返す。覚えていな。なかなか様になってたぜ。とはいえあの余裕気になるな。説明して。何がだ。あなた、あいつらがついてくることが分かっていて、それで船に乗ったんでしょ。まあな。一つ間違えば王の伊藤が奪われていたのよ。俺が負けるとでも。その可能性はない。皆無だ。奴らは俺たちが王の伊藤を手に入れたと思っているだろうな。王の墓を暴くような真似をさせないために奴らを連れてきた。そういうことだ。でも王の刀はここにはないぜ。これは王の墓じゃない。え？どういうこと？この墓は東方のことを知らぬ者を欺くためのもの。東方のしきたりでは墓前に三つの石を積み、死者の安寧なる眠りを祈る。確かにそんな石はどこにも見当たらないわ。だろ？でも王を埋葬したのが東方のことに明るくないものだったら。じゃあ聞いてみるか。何者？それはこっちのセリフよ。あんたこそ何者なのよ。返答次第じゃ。おやめなさい。エレナ様、ここは私たちが。そうですよ、あんな奴ら簡単に。いいえ、聞かせてもらった限りではあの二人は東方の者たち。違いますか？いかにも。実はな。なるほど、事情は分かりました。いけません、このような輩をすぐに信用するなど。きっとよからぬことを企んでいるに決まってますわ。なかなか用心深いな。だがすぐに相手の言葉を信じるよりはいい。これが王の伊藤。客人として招いたはずの王を戦に巻き込んでしまったのは我らリオニスの落ち度ですが、聞かせてください。伝説の刀匠マサチカを知っているか？聞いたことはあります。マサチカは己の魂をも犠牲にし生涯の最高傑作を生み出した。だがそれを悪用されることを恐れたマサチカはその天下の業物を封印したのさ。一体どこへ？その手がかりは6つの刀剣に記され、東方の死が守ることになった。では東方の死の持つ6つの刀剣すべてを集めれば。そう、それが武器商人ギルド戦国の奴らの狙いだ。ではこの刀はあなたが持っているべきでしょう。いいのかい？我が息子シテルは今はサーダリーに殺戮の道具のように扱われています。ですが本当の父のように慕う王の形見を目にすれば
わかった。すべてを済ませたら、必ずこの刀はあなたにお返ししよう。ありがとう。これが雷鳴丸か。残る5つの刀剣を探せ。必ず。